はい、それで今回はね、プレコの餌が食べないとき、どうすればいいか、これについてお話したいと思います。皆さんね、あれなんですよ。プレコ、餌食べないって結構ショックじゃないですかって結構焦ると思うんですよ。まあ、しかもプレコって、一回痩せるとなかなか太んないんですよ。あと痩せたらどんどん痩せていって、まあ、みるみる衰弱していくのはわかるんですよね。で、それで死んでしまうと経験も自分も結構あるので、そう、プレコが食べないときどうすればいいかっていうのは自分の実体験も踏まえて、対策も踏まえて話していきたいと思いますので、プレコ絶食してやってます、食べませんって時の方、ぜひ見てみてください。必見だと思います。はい。じゃあ、これ軽く自己紹介させていただきます。自分はアメリカ出身で、物心ついた時から魚ずっと飼育してまして、スキューバダイビングインストラクターですね、もさせていただいておりまして、今年で魚飼育歴24年になります。で、ペットショップで売ってる魚はですね、淡水魚、活水魚問わず、ほとんど飼育したことがあります。で、LINE とか Twitter の方で、魚の飼育の仕方発信してましたので、気になる方はチェックしてみてください。じゃあ、プレコの餌を食べない時、対策としては、4つ、自分はあります。まあ、すべてでこれ賄えるわけではないと思うんですけど、まあ、効果はあるかなと思う4つがあります。はい。では、1つ目から話していくんですけど、流木を入れる。で、流木って結構パワーがあって、それを軽く食べて餌っぽくしちゃってるプレコも、まあ、ロイヤルプレコにね、子もいるんですけど、やっぱり隠れ家にもなって、あとやっぱその、ブラックウォーターを作る原因にもなるので、やっぱ流木って結構強いです。はい。で、2つ目としては、レタス、キュウリを薄く切って沈めてください。で、レタス、キュウリを薄く切って沈めることによって、まあ、それを食べる。まあ、それが危険になって、それも、まずそれを食べてくれるようになって、そしたら、他の人工餌とか、タブレットも食べるようになるので、レタス、キュウリを薄く切って沈めるっていうのもぜひ、効果あります。で、三つ目としては、もう植物性じゃなくて、冷凍赤虫をあげる。案外これも刺激になるんですよ。で、冷凍赤虫をあげることによって、他の餌を食べるようになったりとか、冷凍赤虫を刺身食べるようになってから他の餌に移行できたりするので、冷凍赤虫3つ目いいと思います。はい。で、4つ目としては、これも案外これしたら普通解決しましたってこともあるんですよ。まあ、よくあるのが、食べてないだろうなと思ったら食べてたパターンなんですけど、餌を入れたら暗くする。なので、例えば、飼ってる人が、もうそろそろ時間だから寝ようかなと思った時に消灯するじゃないですか。で、ライト消灯した後に餌を入れる。そうなんですよ。なんで、観察はあんまりできないんですけど、そうすることによって結構ゾワゾワ出てくるんですよね、プレコは。で、その時に餌食ってるって可能性があります。なんで、明るい時にしか餌あげてないって方は、消灯してから餌をあげてみてください。この4つは結構効果あるので、ぜひ試してみてください。で、プレコは本当にガッしやすいです。一回太れば問題ないんですけど、結構痩せるとゴン、どんどん痩せていって、やっぱ死んでしまうので、早めに対応してあげてください。なので、早めに対応しないともう手遅れになってしまうっていう可能性が全然ありますので、気をつけてください。あと、もう一個としては、レタスとキュウリ、まあ、生野菜になっちゃうんですけど、まあ、レタス、キュウリ、赤虫ですね。あそこら辺ってやっぱすごい水を汚すんですよ。で、水の汚れに関してやっぱプレコはどうしても弱いところがあるので、水の汚れについてはちょっと気をつけてください。なんで、餌を与えたら次の日にはちょっと冠水してあげるとか、水替えですよね。する必要があって、可能性出てくるので、そこら辺はだいぶ注意してあげてください。じゃあ、話をまとめさせていただきますね。プレコが餌を食べないとき、4つ。1つ目としては、流木を入れてあげる。2つ目としては、レタス、キュウリの生野菜をですね、薄く切って沈めてあげてくれる。で、3つ目としては、冷凍赤虫を与える。で、4つ目としては、餌を入れたら、水槽内を暗くする。まあ、消灯してから餌をあげる。ですね。で、この4つ。ぜひこれで効果が出る可能性もあるので、まあ、併用してもいいと思いますしね。はい、じゃあ、ぜひ試してみてください。で、このような感じで、魚の飼育のポイントとか、こういうふうな対策をすればいいかというのをこのチャンネルの方で発信していきますので、気になる方はぜひチャンネル登録していただければ嬉しいので、ぜひ登録してみてください。ありがとうございました。